オーテックジャパンオーテックジャパンの車種一覧、日産自動車の車種一覧オーテックジャパンの車種一覧、オーテックジャパンの車種一覧では、日産自動車の子会社、オーテックジャパンより、現在発売されている車種、および過去発売していた車種について記述する。当社では、カスタムカー、福祉車両、商用特装車の主に3つの分野で、特装車の開発、製造、販売を行っている。 詳細は各項目で述べる。主なベース車は乗用車が対象となり各車にそれぞれの仮想コンセプトに合わせて付加価値を高めたシリーズ。具体的には外観をよりスポーティーにするためのエアロパーツや走りのパフォーマンスを向上させるために足回り部品を特別品に変更したライダーシリーズやより高級感や洗練さを高めるため内装品や 外装品に変更を加えたボレロやアクシスの各シリーズがある。現在はセレナやエルグランドなどで標準グレードとして設定されているハイウェイスターももともとは当社がカスタムカーとして開発したのが発祥。近年ではニスモとの協業によりニスモブランドのロードカーの開発にも力を入れているノートライダー特徴、編集スポーティーモデルでビレットグリルが特徴であり、 フロントエンブレムに、日産のエンブレムは付かないのが特徴。エルグランドライダーは、本革シートや坊主サウンドシステムも装備された、高級指向モデルでもあり、M12 型リバティア C24、C25 型セレナ、U31 型プレサージュ等、一部モデルでは、リアコンビネーションランプがクリアに差し替えられている。ライダーのグレードである、ハイパフォーマンススペック、 パフォーマンススペックとは専用チューンドエンジンやボディ剛性の向上、サスペンションチューニングにより走行性能がより高くなっている。また、ハイパフォーマンススペックはエンジンチューニングが施されている。ライダーは製造がオーテックジャパンになるので運輸支局にてナンバー取得する際、通常は車体番号のみだが、 後日のノートキューブセレナライダー以外は車体を持ち込み発行してもらうことになるため納車も通常モデルと比べると時間がかかる場合が多い。ただし2009年7月31日にライダーの内ノートとキューブが8月18日にはセレナライダーが形式指定車になりグリーン税制の減税措置対象に8月31日には減税措置対象がノート また、全車種ともメタル状のインテリアとなっており、車体全体にエアロパーツが装着されているため、段差等には最新の注意が必要である。車種一覧、編集現行車種、編集ファイル、日産デイジールークスライダーブラックラインフロント、JPG、デイズルークスライダー、ギャラリー過去の車種、編集マッチボレロ特徴、編集、オーテックジャパンによると、 個性的で愛着のあるエレガントなスタイルを特徴としたカスタムカー。具体的には特徴的なデザインのフロントグリルをはじめ、専用デザインとなる前後バンパー、専用に統一された色調や素材感に合わせた内装部品の変更、専用アルミホイールの装着、専用車体色といった特別仮装が施される。車種一覧、編集現行車種、編集過去の車種、 編集のオートアクシスアクシスの特徴の一つである本革シート特徴編集現在の定義は高級志向モデルであり日産 CI マークのつかない専用フロントグリルを装着し本革シートと専用化粧パネルに貼り替え専用デザインのアルミホイールに履き替えていることなどが特徴だが過去にはこの定義に沿っていないモデルもあるまた T だとエクストレイルには パフォーマンススペックが用意されていた。最初のモデルはルネッサ。2018年4月17日に、日産、キューブが、仕様変更に伴い、販売を終了した。車種一覧、編集過去の車種、編集詳細は、日産モータースポーツインターナショナルニスモロードカーを、参照現行車種、編集販売終了車種、編集、ニスモと双壁をなすプレミアムスポーティー志向の、 ブランドとして2017年から設定。詳細は、オーテックオーテックを参照 VIP、エアロスタイル C ギア、S ツーリングパーソナライズパッケージアーバンセレクション、クロムギアパッケージプレミアム GX、エクストリーマー X シリーズ詳細は、ライフケアビークルを参照主に体が不自由な乗員に対する仮想が施される。具体的には、シートが昇降、回転したり、 一ボックス車やミニバンの鉱石入口の足元の段差を埋めるステップの追加等で車への乗り降りの負担を軽減したり、スロープやリフット装置を取り付けることで、車椅子に乗りながら車への乗り降りができるようにしたもの。歌視が不自由なドライバー向けに足を使わず、運転可能な手動運転装置の仮想である。また、病院や 福祉施設などの団体による患者や利用者の送迎業務向けの仮装もここに含まれる。なお、オーテックジャパン及び日産自動車では、福祉車両に対し、ライフケアビークルの故障も併用している。ライフケアビークルシリーズ主にトラックやバンなどが特装ベース車となり、福祉関係以外の商用利用向きに仮装が施される。具体例は、 トラックの荷台に対しダンプ機構や冷凍庫を取り付けたりテールゲートを昇降機構付けのものに取り替えるバンに専用シート等を取り付け幼稚園や保育園向けの送迎車にする等がある。広高日産2社との共同開発クラシックバス R33GT-R オーテックバージョンエルグランドジャンボタクシーパラメディックロイヤルリムジンシリーズ2005年4月以降はオートワークス京都へ生産移管。 日産デイズルークスボレロ新発売オーテックジャパン2019年1月2日閲覧新型マーチボレロを発売オーテックジャパン2019年1月2日閲覧日産自動車日本国内のニスモロードカーラインナップの拡充と新たなスポーティーサブブランドオーテックの投入を発表日産自動車 h t t p s コロンススララッッシシュュ n e w s r o o m n i s s a n g l o b a l c o m スラッシュリリーシスラッシュ 171124-01-j2018 年1月16日閲覧ありがとうございます。